はい、それではお時間となってまいりましたので、イニキキャリアラウンジ第359回を始めたいと思います。本日インタビューを務めます青木です。どうぞよろしくお願いいたします。今ご覧いただいている皆さん、最後には長澤さんとの Q&A のお時間も設けておりますので、もしご質問と何かございましたら、チャット欄の方からいつでもお記入いただけると嬉しく思います。それでは早速ですが、本日のゲストご紹介いたします。本日のゲストは株式会社ファスト代表取締役 CEO の長澤瑞希さんです。長澤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。土曜日の朝早くからありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。お願いいたします。ではちょっと早速ではあるんですが、この今回を機に長澤さん初めて知りましたという方向けに、ちょっとこれまでのご経歴も踏まえて簡単に自己紹介の方からお願いすること可能でしょうか。はい。長澤瑞希と申します。私は北海道出身で、今は株式会社ファストというコーチング、子供向けのコーチングだったり、マインドフルネスだったりを扱うようなサービスを展開しています。で、大学院に在籍していまして、東京学芸大学の修士課程の2年生として、教育 AI 研究プログラムというところに所属しています。で、3月から、今年の3月から、情報系イノベーション大学という IU って言われる東京にある大学で客員教授を務めています。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。もうご自身経営者でありながら、実際に学び人でもあるという、なかなか珍しいというか、お話を履いていらっしゃるわけなんですが、今年の3月からちょうど先生も始められてたんですね。そうですね、はい。なるほど。もう直近決まられた、これは本当になんかお声掛けがあってから始まった新しい挑戦ですか？そうですね、はい。今もう今日のテーマはかなりね、教育というテーマにも関わってくるかとは思うんですが、ご自身として今年のちょうど最近から先生、客員教授もされるようになってみて、新しい生活が始まって、結構生活のリズムだったりですとか変わってきましたか？そうですね。まあ、去年がやっぱり1年間コロナによって、環境だったりが大きく変わったんですけど、それが、まあ、やっと定着してきたかなというふうに、この2021年は思うので、変化というのも結構フィット感があるなというふうに、この2021年は感じています。ちょうど今チャットの方にもちょっと共有させていただいた株式会社ファストさんを立ち上げられたのがちょうど1年前ぐらいですかね。そうですね。去年の4月なので、ちょうど1年ですね。いよいよお誕生日という1周年記念の今月はなりますが、確かにちょうどあの頃ですよね。コロナがぐっと世の中的にも そうですね。だったというか、うん。時期でしたので、まあ、起業された時にちょうどコロナが来たタイミングだったので、かなり事業のそれこそ流れだったりですとか、これから頑張ろうというタイミングだったかと思うので、なかなか大変だった1年間でしたか、去年は。そうですね。やっぱり、まあ、創業1期目と、このコロナがぶつかるっていうのは、非常に、まあ、大変でもありつつ、まあ、一生振り返っていく中でも、絶対思い出に残る1年にはなったなというふうに思いますね。確かに一番大変だった時、去年1年間で見た時の一番大変だった時期はいつ頃だったなと思われますか？そうですね。やっぱりすべての、サービスであったりをオンライン前提で、構築するっていうのは、まあ、元から想定はしていたものの、やっぱりそこは一つ難しさがあったり、あとは、まあ、そこに対しての新たな気づきっていうのもあったんですけど、やっぱりその、オフラインっていうのを一旦抜きにしてサービスを構築するっていうのは、一つ、まあ、大変だったところではありましたね。確かに
実際にどんな授業をされていらっしゃるかというのも、ぜひぜひお伺いしていきたいんですが、結構まあ教育、コーチングですよね、の方にの、サービスを展開していらっしゃるので、こう本来であれば対面で向き合ってみたいなところも視野に入れられた状況であったかもしれないなと、今お話聞きながら思ったんですが、実際に今、授業としてされていらっしゃる内容も、ぜひちょっと詳しく伺わせていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。まず一つ目が Candle というオンラインコーチングサービスをやっていまして、で、これは対象は小学校1年生から高校3年生という、子ども向けのコーチングサービスとなっています。で、イメージしていただきやすいのは、オンラインの家庭教師と、それのコーチバージョンといったようなところで、例えば目標設定であったり、子どもたちの日々の葛藤であったりに向き合うようなコーチングの時間を提供、オンラインで提供するといったようなサービスになっています。で、もう一つが、エルコーチングラボというものを去年の年末に立ち上げまして、これは教育分野におけるコーチングのコミュニティを運営しています。で、ここでは、例えば先生方であったり、保護者の方々であったり、あとは大学生であったりといったような、教育関係者の中でコーチングを学びたい、コーチングに触れている、コーチングに関心があるといったような方々が現在在籍していて、161名今は在籍しています。昨年の末から始められて、もう161人もいらっしゃるんですね。あ、そうですね。クラウドファンディングでリリースを仕掛けまして、はい。すごい人気な状況が見て取れますが、でも私ちょっと新しいなと思ったのが、こう小中高校生、小学生も含めてコーチングを受けれるというね、サービスを展開されていらっしゃるのが、なかなか面白いなと思ったんですが、小学生に対するコーチングって具体的にはどんなことされたりするんですか？そうですね。例えば、コーチングを始める前にある程度テーマを設定するんですけど、勉強だったり、部活であったり、あとは、日々の生活、生活習慣みたいなところもあるんですけど、じゃあ一つ、勉強っていうテーマを取ってみると、一週間の中で小学生とかだと、まずは計画を立てて、それを遂行していくっていう部分が、まだ確立できていないので、一緒に、その学習だったりの習慣を、計画を立てると。で、一週間実際に自分で行動してみて、次の週のコーチングの最初に、その一週間がどうだったのかっていう振り返り、コーチングで言うとリフレクションっていうんですけど、振り返りをコーチと一緒に行って、じゃあ、そこで良かった点、悪かった点を洗い出して、子供たち自身で、じゃあ、次の週は、どういったようなプランニング、計画立てをするのか、みたいなところを、コーチと一緒に、コーチが伴走する形でサポートするっていったようなサービスになります。実際に何かを、コーチングですので教えるというよりは、本当にまさにこう引き出すというか、その子に並走していくものっていうのを、今現状ですと、オンラインの状況でやられていらっしゃる。そうでそうしょ。です。小学生の頃からそういったコーチングというものを受けられるというのは、すごく有意義なお時間にもなりそうだなと思ったりするんですが、やっぱりそういうのは親御さんがこう興味を持って申し込まれる方の方が多いですか？そうですね。現段階だと、やっぱり子供からちょっとコーチング受けたいんだけどっていうのは、ちょっとまだまだコーチングの認知度が高くないので、大体親御さんがコーチングに関心のある方であったり、コーチングをすでに学んでいる方であったりっていう方からの申し込みが多いですね。なんかだんだんとこう認知が広がっていきそうな印象もありますが、またね、ぜひぜひこう今の現在どんなお仕事をされていらっしゃるかだけではなくて、なぜそれをやろうと思われたのかであったりですとか、こう今日聞いてくださっている皆さんの中には、長澤さんがこう教育は日本だけではなくて海外の教育にも興味を持たれていらっしゃるところも、もうご存知の方ももしかするといらっしゃるかもしれないんですが、結構そういった過去のお話もこの後伺っていくことによって、今されていらっしゃる事業についてより深くちょっとお伺いできたらなと思います。
はい。もう一つ、人生の岐路について伺っていくんですが、まず最初にですね、ちょっと子供の頃にも遡りまして、少し長澤さんのそれこそご出身で、かつなぜまず最初に教育といったところに興味を持たれるようになったのって、そもそもいつ頃だったのかなというところも伺えたらなとは思うんですが、はい。長澤さん、もともと学校の先生というか、お目指される形で大学の方にも行かれていらっしゃったことになりますので、もともと学校の先生というお仕事自体に興味を持たれるようになったのって、ざっといつ頃だったなっていうのはありますか？そうですね。小学生ぐらいから教師っていう仕事は意識するようになっていて、というのも、そうなんだ。はい。両親が教員だったので、やっぱりまあ、学校の先生、担任とかもそうですし、両親もそうですし、教員っていう仕事が、とても身近にあったっていうのは一つきっかけかなと思いますね。ちなみに長澤さんが当時目指されていらっしゃったのは、同じく小学校の先生でしたか？そうですね、小学校を目指してましたね。確かに、ご両親が学校の先生となると、かなり身近なお仕事になってくるかなと思うんですが、小学生の頃に小学校の先生という職業を意識された頃は、結構この頃からも、僕は小学校の先生になりたいんだっていうぐらい結構強い夢だったんですか？いや、その頃は、まあ、将来になるのかもなぐらいで、そんな熱意があったわけではなく、自分は小学校2年生から野球をやっていたので、やっぱり野球ばっかりが頭の中にありましたね、ちっちゃい時は。確かに小学生ならではですね、野球選手だったりとか。そうですね、はい。なんとなくぼやっと頭の中にあった、学校の先生というお仕事が、ご自身の中で具体化してきたというか、本格的にそっちの方向を目指してみようかなと思われるようになったのは、これはいつ頃からでしたか？そうですね。まあ、高校に進学し、大学に、まあ、どの大学に行こうかと考えていたときに、改めて、将来じゃ自分は何をやりたいのかっていう問いに、向き合い、で、やっぱり教員だなっていうことで、自分は学部は北海道教育大学っていう、まあ、地元の教員養成の大学に進学したんですけど、まあ、ここですかね、大学進学のきっかけで、一番意識しましたかね。まずは。まずは進路を決めるとなって、学部を決めるとなった時に。そうですね。はい。この頃のまず、そもそもの、中澤さんの人生にとって一番最初の転機というのも、大学の頃に訪れるわけではあるんですが、大学に入学される時の学校の先生に自分になってみたいなというお気持ちは、これはどんな思いから学校の先生を目指そうと、最終的には僕はやっぱり学校の先生を目指そうと思われていたんですか、当時は。入学前とか入学した当初っていうのは、両親の働き方を見ていて、結構教員はブラックだなっていう印象はあまりなく、そうですね、なかったので、結構まあ楽観的に、まあ教員楽しそうだなって言ったようなイメージで、進んでましたね。ちょうど、何年ぐらい前ですかね、5、6年前とか、ずっと前から言われ続けてはいますが、確かに学校の先生の働き方ってちょっとブラックかもみたいな、話題が一時期なったこともありはます。い。ただ、ご自身的にはご両親の働き方的にあんまりそうは思われなかったってことなんですが、それはあれですか、ご両親が結構楽しく働かれてたっていうような形ですか？そうですね、楽しく働いてたっていうのもありますし、あと父は現職で働きながら、博士課程で研究とかも続けていたので、なんだろうな、まあ、その時間があれば、そこまでブラックではないだろうなって言ったようなところとか、あと、まあ、母親は養護教諭だったんですけど、比較的早く帰ってきてたなっていう印象もあるんで、その2人の働き方を見ていて、
そこまでブラックさを感じたことはなかったですね。なるほど。もうご両親の2人の働き方、お父様もあれなんですね、働きながら学びもされていらっしゃってっていう、ちょっと今の長澤さんに近いというか、ああ、そうですね、はい。確かに働きながら学ぶこともされているご両親の近くを見ていると、あまりこうブラックというイメージもないかもしれないですね。そうですね。もう結構こう前向きな気持ちを持って、大学の方にも入学をされて、学校の先生を目指されることになる浅尾さんなんですが、最初の転機となりますのは、大学3年生の時の教育実習で、訪れたということです。この教育実習は、どちらと言いますか、こう、ご自身だったかなんですか、どれぐらいの期間の教育実習をされていた時が、一番最初の転機になったんですか？そうですね。大学3年生の夏休みの期間で5週間の教育実習でしたね。結構長めの実習だったそうんですね。はい。です。もう。で、ここで、あと、教育大学の付属の小学校に実習に行かせていただきました。もう5週間となると、こう、だいぶご自身で授業もされたりとかっていうぐらい本格的な実習ですかね。そうですね。二日目からもうずっと授業してました。すごいですね。2日目ですか？ そうですね。おお、まだ子供のたちの名前さえも覚えれるかなどうかなぐらいの。ああ、本当そのレベルです。そうですよね。手挙げてくはれても、みたいになりそうなぐらいの頃から。い。はい。なるほど。最初のこの転機となる教育実習での出来事ですが、具体的にはこう、どんなことが最初ご自身の、今振り返ってみると人生の転機になった出来事がこの時起こったんでしょうか？そうですね。ここは、まあ、自分自身が小学校の教員を目指してて、小学校での実習だったので非常に楽しみで。で、まあ、終えてみても、例えば担当してくれた指導教員の先生とか、あと小学校2年生のクラスだったんですけど、本当に子どもたちもいい子どもたちばかりで充実していたんですけど、なんかその、なんだろうな、授業をまあその日々作っていく中で、じゃあこれを30年、40年自分が続けていくっていう未来を考えたときに、これだけ社会が今、大きく変わろうとしている中で、この現状の教育によって、子どもたちに提供できる価値っていうところに少し違和感を感じたのを覚えてます。なるほど。実際のこう教育の実習をされてみたことによって、よく現場と座学で学んでいた、大学で学んでいたことと、現場でやってみたことの、こう、いわゆるギャップがあってという話は、これはこう、教員に関わらずよく聞く話ではありますが、結構そっちの方ではなくて、実際に携わられた教育の業務だったりですとか、いわゆるちょっと可能性というか、未来を考えたときに、あ、これで果たしていいのだろうかっていうのをちょっと思われた感じだったんですかね。そうですね、はい。それはちょっと具体的にぜひぜひお伺いをさせていただきたいなと思うんですが、こう今この実際に学校教育の中でこう子どもたちに教えていることだけでこの時代に合うのかなと思われた背景としては、その当時長澤さんの中では、こう今この時代においてはもうちょっとこういったものがあったらいいんじゃないかなっていうのは、何かこうご自身の中でのなんとなくのイメージっていうのはあった状態だったんですか？そうですね。例えば、まあ、授業一つ取ってみると、まあ、大体一クラス30人ぐらいの、授業を行う上で、その授業の構成を作るときに、どうしてもその中間層に合わせなきゃいけないんですよ、レベル感を。なるほど。はい。だとすると、何が起こるのかというと、勉強が進んでいる子、例えば塾に行っていて、勉強が進んでいる子からすると、もう開始3分ぐらいの時点で、もう大体この45分でやることはもう分かっているような状況。それは結構つまんないんですよ、正直。もう分かっちゃってるから。で、逆に、じゃあそのまだ勉強があまり追いついていない子からすると、そこの前段階の取りこぼしがある上で、どん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 積み重ねていってしまうので、もう一旦ついていけなくなったら、特に例えば、
算数とかの積み上げの教科とかだと、もうそのキャッチアップできる機会がないんですよね、あまり。確かにね。なので、やっぱその一人一人に合った、その学びのペースに合った学習っていうものを提供するのは、やはりこの一斉授業だと難しいなっていうのは、身に染みて感じつつ、例えばこれがインターネットがそこまで発達していなかったら、まあでもしょうがないなと思うんですけど、例えばこれだけインターネットが発達している中だと、その諦めなくても実際問題はできてしまう。まあ、そこにかかるコストとかを一旦度外視してみると、まあ、一人一人があった学習の提供っていうのはできてしまうっていうことを考えたときに、じゃあこれがどれだけ続くのか、持続性があって、教育が提供できるのかっていったようなところに少し違和感を持ちました。もう永遠の課題かもしれないですよね、一斉でみんなで授業するという上においては。そうですね、はい。確かに。そのどこにこうレベル感を合わせるかっていうのは、まさに学校の先生の、もうずっとこれは課題になってくるかもしれないし、もうこの頃から長澤さんとしては、もういわゆる IT というものの AI だったりですとか、そのあたりの、いわゆる進化といったところも意識をしていくと、いや、今のままのこの授業のあり方であったりとか、教育のあり方だけではちょっと違うかもしれないと思われつつ、でもなんかちょっとご自身の中でも今自分が何か大きく変えれるわけではないとなった時、なんかもどかしさが発生してきそうですね。あ、そうですね。まさに、そのもどかしさを感じた教育実習でしたね。そうだったんですね。はい。実際に確かにその場ですぐ何かを変えれるというわけでもなかなか難しいですもんね。はい、そうですね。ちょっとこう嬉しさと、子どもたち、素敵な子どもたちで、指導員の方も素敵でっていう、その素敵な思いと、あと新たに見つかってしまったこの課題感というのを、まさにどちらも持ち帰られたこの教育実習を過ごされてみてですが、結は構まあ改めて振り返ってみると、この時に感じられたこの課題感であったりとか、まあ、子どもたちの教育現場としての楽しさ、どちらも感じられたこの教育実習っていうのが、長澤さんにとってみると、その後の人生にとって結構大きな転機だったなと思われます。い。いやー、まさにそうですね。小学校の時から、まあ、野球をやっていたっていうのがあって、それがまあ続いて大学でも体育会で硬式野球部に入っていたので。あと、それまでは、教育実習ぐらいまでは、週6ぐらいでもうずっと野球の練習が、部活があったんですよね。なので、まあ、大学もほとんど野球漬けでして、で、その、教育実習を終えてから、やっぱりその課題意識が芽生えたからこそ、あと、大体その教育実習と、リーグ戦っていうのが、かぶっていて、まあ、3年生の最後のリーグがかぶってるんですよね、教育実習と。あとは残すは4年のリーグなので、なんかそこに向けて、自分は部活をやるのか、まあ、自分の学びに投資をするのかっていうのを考えたときに、その学生コーチっていう立場で、大学4年生の頃は、チームに貢献するっていうのを決め、やっぱり外で学ぶっていうところにシフトしたのは、まさに教育実習だったかなっていうふうに思いますね。すごい。もう小学生の頃から続けられてた野球の、いわゆるまあプレイヤーというか、でさえも一旦離れようと思われるぐらい、それだいぶ大きな衝撃ですね。ご自身として、その教育実習の時に思われた課題感がかなり大きな、その後の決断にも影響を及ぼしているぐらい。そうですね。本当に。まあ、大学4年の最後のリーグまで、プレイヤーとしてやる予定ではいたので、やっぱり大きいきっかけでした。いや、それぐらいこうご自身にとっては大きな転機となる、気づきを得て、教育実習を終えられて戻ってくるわけですが、まあ、
この終えられて戻ってきて、そこでいきなりこう、なんて言うんでしょう、学校になる、今は起業家として活動はされていらっしゃいますが、これですぐに、じゃあ次の何か夢が見つかるみたいなのというよりは、まず一回、ここで長澤さん、どんな行動を起こされたかというと、この後がね、また海外の教育につながってくるところではあるんですが、一度その教育実習を終えられて戻ってこられた長澤さん、次にこのモヤモヤを抱えた状態で起こされたアクションはどんなアクションだったんですか？そうですね。本当にいろんな勉強会だったり、セミナーだったりに、はい。当時はまだオフラインでいろうん。いろあったので、そうですね。もう、走り回ってましたね。もう、知りたいことが出てきてるんですね。その課題感をもとに、教育について。なんか、その頃は知りたいことがまだ解像度が低くて、まあ、教育に関わることだったらいろんなことになら例えば特別支援の、セミナーに行ってみたりとか、あとはまあ、小学校の各教科が、やっぱり小学校だと全ての教科を教えるので、各教科のセミナー行ってみたりとかっていうふうに、まだぼやけていながらも、まずはでも行動しないとなって言ったようなことで、そういう学びの場に積極的に参加するようになりましたね。なるほど。確かに疑問を持たれたところっていうのが、この持続可能な教育なのかどうかというところなので、今現状の教育をもうとにかく知りまくっていくみたいな感じだったんですかね。そうですね、まさにそうですね。もう学校それはないにかかわらず、外の勉強会にもどんどん参加をされていたって感じなのか。そうですね、ほとんど外で、いろいろキャッチアップしていましたね。で、その中で、コーチ、札幌で活動しているコーチの方に出会って、もしかしたらこれが、これからの教育の一つのポイントになるんじゃないかなっていう出会いはそこでありましたね。じゃあ、コーチングというものとの出会いっていうのは結構、まあ、必然的ではあるかもしれないんですが、結構そこでコーチの方と出会われていなかったら、もしかしたら今も知らないかもしれないぐらい。ああ、まさにそうです。本当に偶然というか。その時、コーチングという言葉自体もこう初めて知られた時に、コーチングのどんなところに、あ、これだったらもしかしたら未来変えれるかもって感じられたんですか？そうですね。やっぱり主体が子どもたち自身にあって、あくまで教育者はそれを引き出すであったり、伴走するっていう、なんか前に立つわけではなく、横に立ったり、後ろから支えたりっていうポジションが、まあ、これからの教育によりフィットしてるんだっていうのは感じましたね。その時は実際にご自身もこうコーチングを受けられて感じた形だったんですか？ああ、そうですね。自分としてもコーチングは受けていて、で、まさにその中でも、どん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 、キャリアもそうですし、いろんな思考だったりも変化していったっていう経験はあります。なるほど。この時、まあ、コーチングと出会われたことによってこう思われるようになっていったのは、結構これでご自身がコーチングをする側になろうというところまで大きくこの段階で夢が変わったという形ではなく、この時はまだ学校の先生といって夢も持たれつつの、なんかもう両軸で、あ、これはどっちも掛け合わせたら面白いかもしれないみたいな感じだったんです。そうですね、はい。なるほど。いや、でもここからまた私少し気になってくるのが、次に長澤さんとしてこう興味を持たれるというか範囲が大きく日本だけではなくて、まあ、海外の教育も興味がどんどん広がっていかれるわけなんですが、この海外の教育に興味を持たれるようになった、これはどんなきっかけから、しかもオランダの教育に興味を持たれるようになったんですか？そうですね。出会った、コーチの方が、やっぱり教育現場にもコーチングが必要だっていう考えで、いろいろ発信だったり活動なさっていて、で、その一つとして、オランダ教育に着目なさっていたんですよね。コーチの方が。はい。で、まあ、その話は、実際にそのコーチから聞いていたものの、やっぱりその肌感覚で、じゃあ実際にコーチングが基盤にある教育ってどういうものなのかっていうのが気になり、実際にオランダに行ってしまったっていうのがありましたね。出てしまった。
もうこの目で見るしかないだろうと。そうですね、はい。その時は大学でも特に海外の教育について学ばれていたみたいなわけではない状況。ああ、違いますね。全然学んでなかったです。大学の中の学びとしては、海外の教育っていうのはそこまで意識してなかったです。となると、大学の中にも特に何かこう情報があるわけでもないですし、ご自身で、まあ、例えばなんですか、先ほどのオランダの景況をもう見るしかないだろうと思われた時も、もうご自身で何か行くための行動を起こすしかない状況だったという感じですかね。そうですね。あとは、やっぱり外で活動していく中で、そのコーチが紹介してくださったのが、自分の在籍していた大学とは別の大学の、経営学部、国際経営学部の教授の方をご紹介いただいて、ただそこの出会いも、結構大きかったかなというふうには思いますね。例えば、一つは、まあ、オランダに行くっていうふうになって、まあ、でもその資金がなかなかないので、例えば、航空券のところとか、あとは、アポイントメントのところとか、あと、現場はオランダ語で授業やってるので、その通訳とか、で、いろいろフィーが、費用がかさむって言ったような時に、じゃあ、クラウドファンディングで、集めてみればっていうのを、アイディアいただいたのも、その教授でしたね。それびっくりしました。そうだったんですね。そうですね、はい。ご自身のその時は、こう、どうやって、じゃあ実際に見に行こうみたいなところも、まあ、悩んでいた状況から、その先生との出会いを通して、あ、じゃあクラウドファンディングやってみようかなと。その時によく判断されましたね。やってみようと。そうですね。なんかその、これは後から知ったんですけど、実はその教授自身も、なんかクラウドファンディングはまだ実施したことはなくて、ちょっと話には聞いてるみたいな。なんか、資金調達の方法としてちょっと 出てきたらしいぞみたいな。だからなんか、自分ともう一人いたんですけど、一緒に行ったのが、ちょっと、お前らやってみろみたいなノリだったらしいですね。トライしておいでと。あ、そうですね、はい。ちょうどクラウドファンディングが、いわゆる、まあ、世の中でね、こう、今はまあかなり、トレンドではあったりもしますけど、当時は今から3年とか4年ぐらい前ですか。そうですね。この頃は確かにまだ出たばっかり。はい。クしラウかドもファンディング。北海道だとまだあまり事例が多くはない。多分東京だとあったとは思うんですけど。北海道だとまだまだ認知が、クラウドファンディングってそもそも何っていうのが反応としては多かったですね。その中で実際にオランダの方に行ってみようというぐらい、もう海外の教育にもまず興味を持たれた長澤さん、目標金額ってどのぐらいで設定されていこうと思われてたんですか？30万で目標設定をして、で、結果的には、3日で30万到達し、3日で、はい。で、80万円、78万円ぐらいのご支援、最終的にはいただきました。倍以上。そうですね、はい。30万円でオランダに飛ぶのもなかなか厳しくないですか？あ、そうですね、本当になんかバイト代とかと掛け合わせて、なんわあ。とかって。はい。もうバイトでも貯めていこうと思われてたぐらい、もうそれぐらい結構見たかったオランダの教育を実際に、まあ、ご支援も多くいただくことができていけるようになった背景としては、結構こんなに多くの方がこうオランダ教育の長澤さんの夢っていうのをご支援してくださったのって、ご自身的にはどんなところが背景でこんなに支援していただけたのかなとかって思われてますか？こう、もう今考えると、泥沼の営業活動をしていたなっていうふうに思って、そうなんですね。なんかやっぱりそれまで、まあ、もう一人も、野球部の同期だったんですけど、まあ、二人とも野球しかやってきてなかったからこそ、まあ、大人の方々との、ご縁、まあ、人脈みたいなのもあまりないですし、だからこそもう、いろんなイベントに行っては、まあ、チラシをもう作ってて、で、こういう活動してますと、でも熱弁するっていうのはただただいろんなところで繰り返し、
ってましたね。だからこそ、なんだろうな、地道さっていうのが、一つ評価されたのかなっていうのは思いますね。なんか、ただ SNS でポンと投げて集まるでしょうっていうスタンスではなかったので、もう先ほどもおっしゃってましたが、クラウドファンディングとは何ぞやの世界なので、確かに地道にそんな裏の活動があってこその、まあでも3日で目標も達成されて、お二人とも一緒にオランダの方には飛ばれたっていう形ですか？そうですね、はい。そのオランダに飛んだ先ではどんなことされてたんですか？実際に、小学校1つ、中高一貫校1つ、あとは教員養成大学の3つを教育視察させていただきました。よくアポイントメント取れましたね。そうですね、本当にご縁をいただいて、日本人で、で、かつオランダのその現地で教員をやってる方がいらっしゃって、はい、その方と、ご縁をいただき、アポイントメントを取っていただきました。期間としてはこうどれぐらいの期間で行かれてたんですか？短い期間なら1週間ぐらいですね。お二人でもう期間を、まあ、限られた期間ですので一気に学ぶという形になるかなとは思うんですが、実際に海外の教育、まあ、聞いていらっしゃった通りだったかどうかでいくと、まあ、オランダの教育というものをこう初めて目その場で目にされてみて、なんかご自身として一番強く心に残っている学びだったり気づきはありますか？そうですね。やっぱりそのコーチングっていうものは思っていた以上に、オランダ教育の中で中核にあるなっていうのを感じたっていうものと、あとは、教員養成、まあ、自分自身が教員養成にいたからこそ、教員養成の学生たちが、そのコーチングを、日々の中で実践し、で、かつ講義の中でも学んでいる。そのコーチングを受ける方とコーチングを提供する方っていうのを4年間かけてやっているっていうのは、まあ、そりゃ教育現場でのコーチングの、まあ、その土台があるのかないのかに大きく影響するなっていうのは感じましたね。そうか、もう実際に養成大学通われている方がもう現場でも実際にコーチングも実践されているっていう状況なんですね、向こうでは。オランダは、まあ、その教員養成大学だと、大学1年生の頃から教育実習があって、日本だと、例えば自分みたいに5週間ここで集中的にっていうふうにやると思うんですけど、ではなくて、例えば1週間に、1日は、教育実習やって、で、残りは座学みたいな形で、そのサイクルが大学1年生からあるんですよね。すごい、もう理論と机上の空論にはならないように、もう実践まさに。全部統合されてるってことですね。はい。はあ、それは確かに違う。かつその授業の中にもうコーチング自体もオランダの教育ですと、もうカリキュラムにそもそも組まれている状況ってことなんですかね。そうですね。ありますね。講義の中で。コーチングっていう授業がありますね。学校の実際のその小学生、小学校ですかね、のカリキュラムの中にも同じようにコーチングももう受けるというのがそもそも組まれているっていう。小中高だと、コーチングっていう授業は、認識の中ではないですね。なんですけど、例えば、授業外の部分で、例えば大学生にコーチングしてもらう機会があったりだとか、あとは、まあ、先生方の基本のスタンスが、まあ、コーチングっていうふうになってますね。関わるときのもうベースがそれを学ばれていらコーチングを学ばれていらっしゃる皆さんなので、外で関わるときの例えば引き出し方とか接し方がそもそもコーチングとしての接し方に確かになりそうでそうですね、はい。すね。なるほど。いや、それはだいぶこう密度の濃い時間を、実際のオランダ教育を見て、今度またまあ帰国をされるわけなんですが、帰国をされた後に、これまた私びっくりするんですが、また違う海外に行かれるんですよね。そうですね、はしかもまた再びクラウドファンディングを実施されるという、い。はい。技も取られているわけなんですが、オランダの教育を見て、一度日本に帰られて、次は別の
国を見てみようっていうふうにこう思われたのは、どうしてまた違う国も見てみようと思われたんですか？そうですね。やっぱり例えばじゃあ日本以外の国はどうなってるのかっていう問いから出発して、まずオランダっていうのを見てきた上で、でも事例が一つだけだと、やっぱ比較がどうしても難しいっていうのがあって、じゃあ他の、教育先進国と言われる国はどういう教育をしているのかっていうのが、気になり、じゃあやっぱり行ってみようって言ったような流れですね。その時、国って世界にたくさんあるじゃないですか。その中で長澤さんが思われた次行ってみたいというか、候補の国っていうのはいくつぐらいあったんですか？やっぱりヨーロッパと、北米っていうのは、やっぱり注目していまして、で、まずオランダで、ヨーロッパの一事例を見てきつつ、じゃあ次はアメリカ、カナダに行ってみようって言ったようなことで、ちょうど先ほどの教授、国際経営を研究している教授が、ちょうどアメリカに行く、ツアーというか、なんかそのメンバーの集めるのを企画していまして、そこで、なんか例えば参加学生が5名ぐらいいたんですけど、その5名は、みんなそれぞれいろんなテーマ、例えば自分だったら教育、で、違う人だったらビジネスとか、ホテルマンとか、みたいなテーマを持って、それぞれ別行動で、アメリカで活動するっていう、なんかプランがあって、それに参加しました。そちらの時もまた学校の先生がちょっと一つきっかけになって、そうですね、アメリカも行かれ、ただこの時もね、再びクラウドファンディングを実施されての、まさに投稿という形にはなりますが、この時もクラウドファンディングは無事成功して投稿することができたんですか？そうですね、この時もありがたいことに。ご支援いただいて、これはチームで5名でやったんですけど、250万円ほどご支援いただいて。またまたどんどんあれですね、支援の輪が広がっていって、ありがたいことに。大学の実践となると、アメリカとカナダの方に飛ばれた、ここではどれぐらいの期間でどんなことを現地では見ようと思って行かれてたんですか？期間としてはアメリカ1週間、カナダ1週間ぐらいで、具体的な内容としてはアメリカに関しては結構その大学での教育っていうのを、中心に視察してきました。あとはコーチングの、カンファレンス、国際学会が、ハーバード大学でちょうどあったので、それに参加させていただいたり。で、カナダは、そのツアー自体はアメリカで終了で、みんなはアメリカでそのまま帰ってたんですけど、そこから自分は1週間、さらに1人で残ってカナダに行って、カナダは結構小学校、中学校の教育視察をさせていただきました。ちょっと今お話を伺いながら、面白いなと思ったのが、アメリカは大学を見に行ったんですね。そうです。もともとは小学校、中学校も見てきたかったんですけど、結構セキュリティが厳しくて、例えば視察っていうふうになると、例えば、なんだろうな、わけもわからない学生が、アメリカとかだと、基本自分でアポイントメントを全部取ったので、レターをめちゃくちゃ送るんですよ、学校に。だけれども、部外者じゃないですか。で、かつ、海外の人じゃないですか。だから、結構厳しかったですね、そこのセキュリティが。なので、小中学校はなかなか行けないって言ったような状況だったので、大学にシフトして、そこはリサーチをしていきましたね。この時はとなるとターゲットといいますか、いわゆる視察のターゲットというのは、教育、学校の先生になろうと思って、教育を学んでらっしゃる大学生の方がターゲットになるんですかね。そうですね。あとは、実際にアメリカから教育を研究されている研究者の教授たちにインタビューをしたりだとか、そこから大体の概要をつかんでいったりだとかっていうのはありました。
実際にアメリカとカナダと、まあ、1週間ずつ行かれてみて、まあ、オランダの傾向を見られた後ですので、まあ、そことの比較といったところも出てくるかもしれないですが、やっぱりこのアメリカとカナダの場所においてもコーチングというそれ自体っていうのは結構学校教育に浸透しているような状況だったんですか？そうですね。例えばアメリカとかだとやっぱり感じたのは、その教育の質のやっぱり格差が大きいっていうのは、まあ、アメリカの教育の特徴であって、例えば、大陸の中央付近の、地域と、例えばカリフォルニアとかボストンとかだと非常に格差が大きいので、やっぱり州ごとで、なかなかその教育レベルが変わってしまうなっていうのはありますね。あと、カナダとかだと、まあ、比較的その、地域ごとの、差分は少ないものの、やっぱりヨーロッパと比べると、どちらかというと、例えばお金を積めばいい教育を受けれるっていうような状況はありましたね。なるほど。そこもまた、まあ、いわゆる貧富の差もありはい。つつ、場所の格差というところもある。まあ、その実態も見られた上での、まあ、カリキュラムの差っていうのもまたあるとなってくると、確かにここも日本にも何か応用できるところがあるんじゃないかといったところもね、出てきそうではあるなと思いますが、ただこのアメリカですね、アメリカにぜひ自身いらっしゃった時にも、結構ご自身のその中澤さん自身のこう人生に関しても一つ大きな転機となる、まあ、問いといいますか、大学現地の方々が考えていらっしゃることと、また自分自身との振り返る機会があったということなんですが、この現地のところでいらっしゃったたくさんの、学生さんたちと接する中で、接していく中で問いをかけられた一つの言葉があったと伺いました。これはこうどんな出来事があったんですか？そうですね。これは、例えばその学会の時とかは、ボストンで学会があったんですけど、ハーバードの近くに MIT があったり、そこの学生も結構参加していたんですよね。で、そこで学生たちと交流していく中で、やっぱり、普段の会話のように、水木、お前は何を成し遂げるんだと、人生の中で。っていう問いを投げかけられて、あまりその問いに対して正対してやっぱり考える癖がなかったからこそ、答え出なかったんですよね。だからそこっていうのは本当にその視座の高さっていうのは全く違うなっていうのは痛感しましたね。問いをかけてくれている側の方々も、言ったら同じ大学生なの、まあ、同年代の方々はい。ですもんね、よそうりですに。ね。同じ年代の方でもこう考え方がここまで違う。まあ考え方もそうかもしれないですし、日頃問いかけられている内容も違うかもしれませんが、なんかこの時、中澤さんとしてはこの問いを投げかけられ、あれ、これの、こんなことに対して問いに対峙したことはなかったなと思われた時、中澤さんのこの感情としては結構どんな感情になりましたか？まあ、やっぱり悔しかったですね。悔しいっていうのが一つと、で、まあそこから時間が経つにつれて、やっぱり自分自身も、じゃあ、この自分の人生の時間を何に貢献するために、使うのかっていうのを、より俯瞰的に考える視点はもらえたなっていうふうに思いますね。これは長澤さんの一見解としてで大丈夫なんですが、もしこうお考えがあれば、この例えばなんですが、こう海外のアメリカにいらっしゃった頃には、こう皆さんがもう日常会話のように、どんなことするの、どんなこと成し遂げたいのっていうのを聞かれている状況と、こうご自身としては、あ、そんなこと考えてなかったなっていう状況っていうのは、この差が生まれるのって、こうどんなところにあったのかなって当時思われますか？そうですね。まあ、やっぱり、なんだろうな、人生の中で何を成し遂げたいかっていう問いって、多分日本の教育の中で、
普通に過ごしてると、なかなか、接することがない問いだと思うんですよね。で、まあ、多分、遡っていくと、アメリカとかはやっぱり表現するのが非常にうまいし、場数も多いので、そこの経験値っていうのは全然違うなっていうのは一つありますね。あとは、まあ、なぜ学ぶのかの、やっぱ出発点が、何かに貢献するっていうところが、多分海外とかだと、特にアメリカとかだと基軸にあるのと、日本だと、なんだろう、より短期的なところが、目標としてあるのかなとか、っていうのは少し思いましたね。例えば、まあ、就職する人だったら、この会社に入りたいから、まずはこれ必要だよなとか、例えば、だったら教員になるためにまずここでスキルとか必要だよなっていう。だからそれやっぱ、時間軸の、見ている視点のフォーカスするポイントっていうのも一つ違うなと思いますね。確かに、まあ、長澤さんのこう言葉を受けて確かにと思ったのが、こう人生これを成し遂げたいから今この大学に入ろうっていう発想というよりは、どちらかというと高校出たら大学に行くか、高校出たらまあ働くかとかっていう、まあ、なんかそこの近未来に対する意思決定の方が多いかもしれないですね。そうですね。なんかここもいわゆるご自身として衝撃を受けられた差っていうのが、またね、教育に結局戻っていくというか、といったところもかなりこう教育の奥深さを感じるなとは思うんですが、このただまあアメリカそしてカナダの経験を経て、その後も実は長澤さん6回合計6回クラウドファンディングをされて、世界9カ国の教育というものをどんどん今後の後も視察をされていくわけなんですが、この大体9カ国を視察されてみて、まあ、包括して長澤さんがこう思われた教育に対する思いっていうのは、結構海外に行かれる前と後でかなり変わった部分ありますか？そうですね。やっぱり、もちろん、海外に、最初の頃だと、あと、海外のこういうところがいい、海外のこういうところがいい、こういうところは日本にないっていう視点が中心だったんですけど、もちろん行くにつれて、日本の教育の良さっていうのも感じつつも、やっぱり日本が特に、少し遅れを取っていたなっていうのは、テクノロジーの利活用の部分かなっていうのは、痛感しましたね。それは具体的にはテクノロジーに関するところでいうと、まあ、今まさに研究されていらっしゃるところにもこうつながってくるかもしれませんが、具体的にはどんなところに感じたんですか？まあ、例えば、コロナの中で、一人一台の、例えばタブレットとかっていうのが、急速で進んでいたものの、視察に行っていた頃、まさにコロナの前とかだと、それがじゃあ2025年に実現するのかどうかみたいなところが、なんか議論であったのが日本で。で、海外だとまず一人一台は当たり前で、それを持ち帰れるのも当たり前で、で、それを通して、じゃあ何を学ぶかっていうのが、もう、話のスタートラインであったので、なんかなんだろう、テクノロジーを前提とした教育のあり方を模索しているのか、それとも、まずはじゃあテクノロジーを導入して、で、その環境を整えてから、Wi-Fi も整えてみたいな、そのなんか、ハード面の、課題に直面しているなっていうのは、日本は感じてましたね。なるほど。結構この時感じられたそのテクノロジーと教育というこの掛け合わせも、結構今まさにビジネスとして専門で研究も並行してされていらっしゃる、そこにもつながってきますか？そうですね。いや、9カ国の視察を経て学んで、そして戻ってこられた長澤さんですが、この後ですよね、ご自身の次のまた新たな進路選択として、まあ、ご就職、そしてまあ教員になるかといったところと、いろんな選択肢あったと思いますが、その中で学校の先生にならず、そして就職をするという形でもなく、こう起業家としての道を歩む、この第三の道を歩まれた、ここにはこうどんな思いがあって、この意思決定をされたんですか？そうですね。まあ、まず教員になるのを、やめて大学院に進学したっていう一つステップがあり、で、研究ももちろん楽しいんですけど、なんだろうな、
自分のじゃあやってる研究がどれだけその実社会の、教育にインパクトを与えれるかって言ってやるときに、まだまだ大きなインパクトは難しいなっていうのを感じ、だからこそ、じゃあその、まあ、企業っていう、まあ、一つのビジネスっていう、公教育に対して外からのアプローチってよって、チャレンジすることが、まあ、一つ、自分としては価値のあること、公教育で、カバーできない部分をサービスとして提供することができるんじゃないかなって言ってやるところで、今は起業家っていう道を選択してます。現場を、でも結果それは起業家になることによって教育現場を支えることにもなるというか。そうですね、まさに、はい、そこを目指してやってます。そこのサイクルがすごくこう素敵だなというふうに今お話も伺いながら思っていましたが、ちなみにこの、まあ、コロナの状況において昨年の4月会社を設立された、この社名はどんな思いが込められているんですか？ああ、この FUST なんですけど、The Future Today、The Future Start Today っていう意味があって、まあ、その未来は今日から、まあ、今から始まるんだっていうところの、まあ、頭文字で FUST なんですね。はい。で、これはやっぱり、なんだろうな、自分自身も、例えばこれまでは、まあ、クラウドファンディングとか、海外の教育視察とかやる前はずっと野球とかやってて、でも、何か課題意識を持って、そこから行動してから、どんどん道が開けてきたっていう、経験があったので、まあ、自分自身に対してもそうですし、子供たちに対しても何か目標があった時に、そこから始めたら、もうそこから道はどんどん開けていくんだよっていう。それを、まあ、会社として、まあ、会社の成長としても、やっぱそこを追求したいなっていうふうに思って、こういう社名にしてますね。いや、今改めて思い伺って、いや、すごく素敵だなと思い、ちょっとそこの、社名にもかかってくるかもしれないんですが、残り時間も少なくなってまいりましたので、私からこう少しだけあと2点ぐらいですかね、お伺いした後に、もし皆さんからもご質問ありましたら、チャットの方で頂戴できればなと思っているんですが、そのまさにですね、社名の由来にも関わってきているかもしれません。ちょっと私の勝手な主観でもあるかもしれないんですが、長澤さんのインタビュー聞かせていただきながら、長澤さんご自身もこう人生を通して基本的にこうやりたいですとか極めたいと思ったことはこうやってみる、そのある意味こう失敗を恐れずまずはやってみようとされていらっしゃるような印象を持っていたんですが、このまずはやってみようであったりとか、トライをしてみる、そして失敗を恐れずにまずは行動を起こしてみようとされる、この長澤さんとしてのこの心持ち、マインドっていうのは、こう、どうしてそこが行動に起こせるなと思われますか？そうですね。まず一つは、やっぱりその海外の教育視察を行っていく中で、やっぱり失敗っていうものに対する、認める雰囲気というか土壌っていうのが非常にあるなというふうに思ったんですよ。で、例えば、企業、まあ、ある国とかだと、企業をこれまで2社して、で、2社とも成功している人と、もう一方は3回起業して3回失敗している人。で、この3回失敗している人を称賛する土壌っていうのが非常に海外だとあるんですよね。その分だけその人は失敗から何かを学んで、じゃあ次に活かせる人だよねっていう。それだけ1回失敗してまた挑戦する意欲があるっていう。やっぱりそれって、それが教育の中にもあることによって、子供たちがより挑戦しやすい環境ができるだとか、まあ、自分自身でもそれをやっぱり言い聞かせて、失敗した多分次は、またその失敗の材料が、まあ、成長っていう部分でプラスされて、自分の糧になるというふうに思うと、まあ、失敗を早くしちゃった方がいいなっていうのは、言い聞かしている部分ではありますね。もう幼い頃からそこがこう、もうそもそものスタンスとして成り立っていってるっていうところがこう大事なところなんですね。そうですね。失敗をマイナスのものとして捉えない。失敗はむしろ
失敗したときに、それはありがたいと、一番思うようにしてます。いや、すごく皆さんにとっても、こう、参考になる部分、たくさんあるんじゃないかな、今のスタンスの話と思ったんですが、はい、ありがとうございます。そしてですね、3つほど、足立さんからご質問いただいております。足立さん、ありがとうございます。ちょっと私の方で代読をさせていただきます。長澤さんの問題意識、とても共感できます。個別最適化と言われますが、集団生活の場であることはまだまだ続くと思っています。ただ、個人の内面に迫り、その子自身がキャリアを積む、力をつけていくことが教師の仕事になってくると、足立さんとしては思われていました。その上で3点質問させてくださいということです。1点目、いい学校、いいクラスとは何だと思われますか。2点目、これからの教師の仕事は、公教育の仕事は何だと思いますか。そして3点目、子どもたちがリフレクションするときの視点はどんなことを大切にされていますかとのことですが、まず1点目、いい学校、いいクラスとは何だと思われますかからお願いできますでしょうか。そうですね、いい学校、いいクラス。結構いい質問ですね。確かに。まあ、やっぱり、ただ正解は一つじゃないよっていうものを、子どもたち自身が感じれるような学校であったりクラスっていうのは、やっぱりいい学校、いいクラスだなっていうふうに思いますね。やっぱり価値観も一つじゃないし、正解も一つじゃないし、ただ、やっぱり、ある程度、これが正解だよっていうふうになってしまうと、それから外れた子供は、あ、ダメな子なんだっていうふうに自分も思えたり、その他の子たちも、あ、この子はできないんだっていうふうに思うかもしれないんですけど、そうではなくて、まあ、いろんな子供たちの可能性だったりを測るような定規が、いろんな種類があれば、それだけ子供たちに適応した、子供たちが生きやすい、まあ、そんな環境だと思うので、やっぱり価値観が一つじゃないっていうのは一つ大事かなと思います。確かに、本当にいろんな国の教育を見てこられたからこその、なんか言葉なのかなと思ったりしますが、2点目としては、これからの教師のお仕事、そして公教育の仕事は何だと思いますかとのことですが、こちら何か長澤さんとしてご意見いかがでしょうか。はい、そうですね。まず、公教育の役割、仕事としては、やっぱり、すべての人たちに、すべての子どもたちに対して、平等に教育を提供するっていうのは、公教育だからこそできることだと思っていて、その点に関しては、日本は非常に、優秀な国だと思うんですよね。その上で、まあ、テクノロジーを掛け合わせていくことによって、教師の役割、教師の仕事っていうのが、まあ、まさにコーチ的な関わりであったり、ファシリテートっていう、その一対他の関わりの中で、より促進していくような役割であったり、あとはデザイナーの役割っていうのは自分は結構使うんですけど、子供たち自身の学びがそれぞれ多分プロジェクトで進んでいくっていうのが今後予測されていて、で、まあ、その個人でやる部分と子供たち同士のプロジェクトが混ざり合う瞬間っていうのがあって、その混ざり合うのを促進させるのがまさにそのデザインする力。それを教員が持っているっていうのはこれから必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。いや、また新たな視点、デザインしていく。そこもちょっとコーチングの要素も入ってきそうですが、最後に3点目、子どもたちがリフレクションするときの視点はどんなことを大切にされていますか。このリフレクションという言葉は冒頭出てきましたが、振り返るときのね、はい、お願いいたします。そうですね。子供たち自身が言語化するっていうのを大切にしてますね。例えば、まあ、一緒にじゃあ表を作ったとして、先生からいきなり振り返りをするときに、あ、ここできたね、ここできなかったね、っていうのを言うんではなくて、まずは子供たち自身に今週どうだったと問いかけてみて、で、良い点どういうところあった、悪い点どういうところあった、で、じゃあ、経験だったりを次にどう生かす、
来週どうプランニングするって言ったような、やっぱり問いを大切にするっていうのと、その問いの中で子どもたち自身の言語化っていうのをやっぱり待つっていう、その待つ力も大切かなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。まさに彼らからの言葉を待つところですね。はい、ありがとうございます。そして最後に、はい、ありがとうございます。安川さんからもご質問頂戴しました。ではもって、じゃあ質問の方は最後とさせていただければと思います。はい、AI を教育にどのように生かすかについての構想があれば、ぜひお聞かせくださいとのことですね。はい、ありがとうございます。自分自身の研究のテーマでもあるんですけど、実際に今の現状の AI の利活用みたいなところで言うと、教科教育の効率化っていうのが一つあるんですよね。例えば、キュビナさんっていう教材であったり、頭プラスさんっていう教材とかは、子供たちがどこでその問題につまずいていて、どこまでができていて、どこまでができていないのかっていうのを、AI によってその分析していくっていうのが使われているところでありまして、多分、次のフェーズとしては、子どもたちの心にどうテクノロジーを利活用して寄り添うかっていったようなところが自分の重要になってくるんじゃないかなというふうに思っていて、例えばそのコーチングの例をとってみても、例えば今の自分のサービスだと週に1回のコーチとのやり取りなんですよね。だからこそ残りの6日間ってやっぱり子どもたちが自分自身で自走していかなきゃいけないところを、AI のボットであったり、もしくはもっと進んだメンタロイドみたいなところが発達してくると、その間の残りの6日間をそのメンタロイドと一緒にコーチングをして深めていって、で、その残りの6日間、6日間でのメンタリングのデータをもとに、人とコーチングをするときに、そのデータを利活用しながら、コーチングをする。で、そのやっぱり掛け合わせ、ハイブリッドのコーチングの掛け合わせっていうのができると、非常に安価な価格で、誰にでもコーチングっていうものを提供し、かつデータをもとにコーチングをするっていう、なかなか今ではブラックボックス化していた部分、やっぱりコーチングってコミュニケーションなので見えにくいんですよね、その中身の部分が。なので、それを分析できる、コーチングのコミュニケーションを可視化できるっていうのも一つ、AI の利活用の可能性だというふうに自分は考えています。安川さんもすごいとおっしゃってますが、本当にそうですね。今私もお話いただきながら面白すぎると思って伺ってました。本当ですね。人間と AI のハイブリッドがあるからこそ、人間では引き出せないところも引き出せするところもあるでしょうし。ああ、ありますね。確かに。まさに。ですね。ありがとうございます。安川さんも、そして足立さんも、本当に素敵なご質問ありがとうございます。安川さんも素敵な回答ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとお時間が延びてしまっていて恐縮ではあるんですが、最後に私の方からは1点ほどお伺いをして、本日のお時間締めようと思いますが、安川さん、足立さん、その他のご質問は大丈夫そうでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。では最後にですね、私の方からお伺いすることとしては、長澤さんの今考えていらっしゃるご自身の未来についてです。こちらがこうご自身のありたい姿、やっていきたいことないし、本日のイベントのタイトルにもあります、こう教育、長澤さんが考えていらっしゃる教育の未来という形でも大丈夫です。こう長澤さんがこう未来についてちょっと考えられていらっしゃること、ぜひお伺いできると嬉しいです。はい、ありがとうございます。そうですね。やっぱり自分としては、子どもたちのもちろん学力とかを高めるっていうのが、キャリアの選択肢を広げるっていう側面はあると思うんですけど、子どもたちの改めて幸せ、ウェルビーイングを起点に教育を再定義できる。それを目指して、自分自身としても、ビジネスであったり、コーチング、ビジネスであったり、研究っていう立場から、少しでも、その未来の
理想とする教育の実現に向けて貢献できればなというふうに思っています。最近出てくるこのウェルビーイングという単語も人によって多分捉え方違いますが、皆さん結構どう捉えてらっしゃいますか？そうですね、ウェルビーイングはやっぱり子どもたちの特にそのウェルビーイングって心理的な、幸福度の部分と身体的な幸福度って側面あると思うんですけど、やっぱりその心理的な幸福度をより高めていきたいなっていうのは自分としては思っているところですね。いや、まさに本当に素敵ですね。ここがまた AI も学ばれている長澤さんだからこそ掛け合わさる新しい未来が見えてきそうだなと思いました。本当に今日長いお時間でしたが、最後までありがとうございました。そして今ご覧いただいている皆さんとも、ぜひぜひ長澤さんの未来一緒に応援していけたら嬉しいなと思います。